鉄板手法ありますか？その鉄板手法は実は存在してて。皆さん、こんにちは。CXR 投資チャンネルへようこそ。ヒロピーです。山中です。はい、今日のゲストは、はい、こちら。FX 生まれです。よろしくお願いしはい、よろしくお願いします。ます。いつもありがとうございます。当コンテンツはトレーディングシステムの開発している、会社 CXR エンジニアリングが番組を制作しています。はい、はい、FX 馬さんの、はい、予防編をほじくっていこう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、第2弾ですね。はい、これは僕しっかり聞いたことないです。ズバリどんなトレード手法でやってますか？はい、まあでも基本的にはですね、うん、まあ順張りでトレンドフォローなんですけども、はい、まあ時に強いこうレジスタンスとかサポートラインのところで、まあすごく、損切り浅めに期待値がドーンと反発した時の期待値がこれは熱いなと思った時は強い逆張りをいきます。で、結構それが王道でやってます。だからもうすごくシンプルで王道なやり方で今やってますからね。あれ1時間足でしたっけ、メイン？そうですね、1時間足。まあ一応マルチタイムフレームで日足とか4時間足で見ながら1時間足に落とし込んでスイングでいくかな、うん、デイトレでいくかなっていうのを、まあ今落とし込んでやってるんですね。15分とか15分使います？大体15分使いますね。はい、デイトレは15分が一番良さですよね。はい、そうですね。15分が常に出している時間足は15分です。あ、そうなんですね。はい、分析の時は日足、4時間足、1時間足。なるほど。で、エントリー15分で、ね。そうですね。はい、そうですね。じゃあ画面のチャートは15分足と1時間足が常時映ってるみたいな。そうです、そうです。なるほど。はい。はい、そんな感じがいいですよ。はい。はい、得意な通貨ペアなんですか？もうこれはもうドル円とユーロドルのみ本当にもうこれだけですかね。もう一時はもうドル円しかしなかったっていう年もあったぐらい、もう年間レベルで、まあ、あるとこで一旦約定履歴を全部出してくれって言われたこともあって、出して自分で驚いた。あ、これドル円しかない去年僕そうでしたよ。あ、そうでした。去年ドル円しかない。それはほとんどね、山野さん、永遠に戻り売りしてる。しかも、ずーっと落ちてるから。でも、結果的に正解ですからね、それがね。はい。これはすごかったです。はい。はい、次。はい。一番よく使うテクニカルは何ですか？あ、これ僕知らないな。テクニカルはですね、まあ、移動平均線と、もう、まあ、乖離とかもあれですけど、まあ、でもやっぱり、水平線とか、うん、トレンドラインとかを見て、うん、まあ環境認識はそうですね。うん、テクニカル。平均線何本出してるんですか？いや、基本的には5、まあもう本当に王道ですね。短期、中期、長期で、まあ5、はい、25とか、はい、で、100。100とかあんまり使わないです。で、SMA。そうですね、SMA はね。はい。で、あとは、まあたまに平均足見て、まあデイトレとかスキャルピングとかはしてまして。うん、まあ、ボリバンとか見て。なるほど。で、でも、オシレーターは、もう、いつも、ストキャスの RSI。で、別に特に数値はいらわずに、まあ。ストキャスティクスの RSI。そうです。ストキャスティクスの RSI なんです。あ、珍しいの使ってます、ね。で、それはもう、本当に、まあ、はっきり しやすいという、うん。うん。中間でこう、動くんじゃなくて、もう80とか0とか認識が大きくちゃんと、メリハリにつけて動いてくれるので、ちょっと見やすい、まあ逆張りとかの目安にしやすいなと思って使うようにしてますかね。ストキャスティクス RSI なんてトレーディングビューが出てきてから有名になったようなもんですよ。ああ、そうですね。まあ、最近ではそうでしょうね。ただ、意外とストキャスティック RSI っていうのは、アメリカのトレーダーでは使ってる人多かったです。あ、そうなんですね。で、ボリンジャーバンドも、僕最初は、あまり興味なかったんですけど、まあ、実はよくよく考えるとカテゴリーにはMT4 とかのね、うん、かのカテゴリーには、トレンド系って書いてあって、うん、あ、トレンドフォローで使えるんだなという、まあ、その1シグマ2シグマ3シグマでどうのこうのっていうものすごく細かいとこまでは僕ちょっと詳しくないんですけど、まあ、全体のこうスクイーズからのエクスパンションとかの広がり方とか、まあ、単純なトレンドフォローに使ったりとかはしてます、ね。はい、なるほどですね。はい、まあ、もうローソク足だけと RCI だけになっちゃった。ああ、そうですか、うん。まあでもシンプルですよね。そうですね。はい、ローソク足8、RCI2 ぐらいじゃないですか。うん、だからそれは言い過ぎな、7、3ぐらい。はい。
ですかね。はい、はい、鉄板手法ありますか。その鉄板手法は実は存在してて、だから2年ぐらい前からオーダーオアンダさんのオーダーブックを使うようになって、そこと自分のそのトレンドラインとか、まあトレンド方向とか、うん、水平線とかって噛み合うところですよね、噛み合うところが自身の一番こう面白いパーフェクトオーダーになるなっていうので、鉄板手法にしてる。まあそれはこっち側サイドで、まあさっきの急変動で逆のショートのポジションがもうひたすら捕まったなとかいうのが板情報で見れるんですよね、ポジション情報で。これはなかなかすぐには助けに行かないだろうなという、まあトレンド転換のまあロールリバーサルがこう起きてるようなところで捕まって、こうと個人投資家をもうハラハラしてるんじゃないかなみたいな、なるほど、いやらしい考え方をして、いいですね。いや、それは一番大事、はい、今もう捕まってる人間損切りしなくちゃ助からないよみたいな感じになってるんだろうなっていうのに、まあ、使ってる感じですかね。はい、なるほどね。あれは刻々と変わっていくんでは。そうなんですよね、面白いという、地域的にはそうです、伝わってくるものありますよね。そうなんです。ワンダだとグローバルで見れるからいいですよ。そうですね。日本の FX 会社で見ちゃうと全員大体ロングで見れる。あ、そうです、そうです、背負っちゃってるから。そうなんです、そうなんです。どうなのっていう。日本の FX 会社とクリック365は相当偏っちゃってるんでね。で、僕がよく対比っていうか噛み合ってるかなと思って見るのに使ってるのが IG 証券の、まあ本土、イギリスの方の、IG 証券の全世界の一応ポジションの偏り。みたいな出てるんですよね、センチメントっていう、センチメント状況っていう形で見るようにしてます。なるほど。うわ、これはちょっとショートにかなり過剰だなとか、まあベアリッシュとかブルリッシュとかあると思うんですけど、まあ、その辺とかを気にするようにはしてますかね、うん、ありがとうございます。はい、はい、次、思考の思考、はい、これどういう意味だ、お少しでもいいね、どんな教えでしょうか。はい、これは僕が今年のね、元旦正月からコンセプトとして思考の思考という、まあ、考えでコンセプトで、まあ、皆さんにアウトプットしていくっていうねのをやったんですけど、この意味っていうのは、まあ、プロトレーダーの人ってやっぱり最上級の考え方を常に持って、まあ、やってると思うんですよね、意識高くやってると思うんですよね、ギャンブルで遊びでやってるわけじゃなくて、まあ、本当に狙ったところをしっかり待ってやってるとか、いろんな意味で、まあ、思考の考え方を持ってると思うんですよ、皆さんね。で、それを、まあ、否定するんじゃなくて、まあ、しっかり学んでね、吸収して、で、自分にやりやすいね、先ほども言いましたけど、やりやすいものだなと思ったら、それを一緒にやっていけばいいし、こう、なんていうんですかね、敵対する必要ないと思うんですよね。だから、プロの人からいろいろ学んで、素直に学んで、自分が活かせるものは活かしていったらいいし、合わないものはもう捨てていったらいいことかなと思うので、そうですね、そういったコンセプトで、まあ、アウトプットしていこうかなと思っています。テクニカル分析みたいなことですよね。まあ、そうです、本当にそうです。検索するとすぐに出てきますか、思考の思考です、うん、出てくるかなと思います、はい、出てこなかったらちょっとね、バナーのところに URL を、ね、はいはいはい、出しておいてもらって、はい、よろしくそちらに行っていただきましょう。はい、はい、最後です。はい、馬さんは月足のアイアリー分析についてされているようですが、よく知ってますね。ちなみにアノマリーを活用された直近トレンドを教えてください。はいはいはい、うちのメンバー調べてます、馬さん。ああ、本当ですね、驚きました。で、これは、まあ、例えば6月とかだと、はい、まあまあ、ドル円とか、まあ、要はね、どれぐらい月に、まあ、安値、高値結んで、どれぐらいの運動量、まあ、ボラが動くかなっていうのとかを考えたりするんですよね。ドル円さんみたいな。あ、そうです、そうです。山本さんも参考になります。参考になります、ね。教えてくれる。で、まあ、山本さんの場合は4銭とか E 銭の何パーセントとかという話だと思うんですけど、僕の場合は、それをドル円とユーロドルで落とし込んで、まあ、大体例えばドル円の6月は、平均値が8年間で、455ビプスだったんですよね、うん、で最小が150何ピプスで最大が1180ビプス、うん、2016年の、まあ、それが一番6月の1ヶ月間だけで11円以上動いた、うん、っていうのも含めて、でも8年間でトータルすると450ビプスぐらいに落ち着くっていうで考えると、最小150から450ぐらいはいつ6月動いてもおかしくないよねっていうのを想定してやると、いろんなこう意味で資金管理とかも考えれると思うんですよ。
なるほど、うん、でまあそういったものをまあ活かすようにしてます。でちなみに7月のアノマリで言うと、まあ、あの円安ドル高っていうのがあったけど、ここ10年8年は半々ぐらいなんですよねっていうのを、うん、まあ教えるようにしてます、ね、なるほど、はいはい、以上馬さんの取引手法的なものを初めて僕が伺っていました、はいはい、おじくりましたね、はい、どうでしたか。満足でしょう。ほじくられる具合は満足でした。満足でした、はい、僕もほじくりさせていただきました。満足です。私生活編とかじゃないんですか。そうですよね、はいはい、まあいろんなトレーダーさんいて、本当に10人と色100人100色っていう本もありましたけど、はい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 、僕ですよね、はい、本当にいろいろ個々のスタイルを確立した人が、うん、この業界勝ち残って生き残っていると思いますので、うん、はい、まあ、ぜひ皆さんもですね、はい、いろんな人参考にしてちゃんといいところをこう取ってってオリジナルを高めていただければ、うん、はい、まあ、テクニカルと一緒ですね。私は移動平均線使う、うん、MACD 使う、はい、ある人は一目均衡表だけやるとか、うん、まあ、そういったテクニカルの分析ツールをチョイスしていって、うん、自分なりの、取引手法とかトレードスタイル確立していただけ、まあ、きっかけとなっていただければいいかなと思います、はいはいはい、以上今日は FX で馬さんの、取引手法本を、伺いました。ありがとうございました、はい、いえ、こちらこそありがとうございます。ありがとうございました。また私の方も YouTube やってますんで、はい、よろしくお願いします。はい、馬さんの方も YouTube 投資、なんだっけ、FX で馬投資チャンネル。そうです、そうです。もう普通ですね。専業投資家、はい、FX で馬、はい、はい、の方を覗いてみてください。はい、よろしくお願いします。